魔を許さない。君総理様、侵入者が現れたとの報告が。うるさいですよ、宗茂。お前は黙りなさい。大いなる友の国、大友ザビー教国へようこそ。さあ皆さん、ザビー教の時間ですよ。足らない総理、決めるよ。お前も加わりなさい。なんという忠義、手前も見習わねば。終わりだ。ザビー様は今どこに。私は王と僕、いや、ザビー卿。倒る。これが奇跡。
様の罪だ。あっ、僕の顔を踏むなんて、宗茂、これもお前のせいです。タボコさん、我が君に近づけさせてはならぬ。しかと、宗茂様。黒石一つで白石が生じ、爽快よな。手前に命を預けてくれ。援軍、集め！炎！シンザビー教第10回、人類皆敵です。ザビー殿はともかく我が君の干ばつを踏むなど、手前それだけはできません。貴様は幸せだ。使える主がいるのだから。乱戦こそが戦の花よ。落ち着いて、まずは文通から始めましょう。ザビー様が夕日の向こうでにやけてますよ。見ればわかる。なんて心の広い人だ。シードの羽根よ、私を援軍に花を咲かせる。それが手前の生き方です。ザビー様は言いました。私って罪よね。最下国説弱度なく。甘く見ないでくれ。私の世の上水人様の無の地は無理なんだいの。おお、この仕掛けは何というのだ。あの立花に傷を負わすとは。
生命名は人類目覚めに決まりました。私はあなたの友情を忘れません。新ザビー教第2回、ザビーの下にみんないる。ザビー様ですか？ザビー様、付き合わせないと。ザビー様は言いました。石投げたら呪います。立派な信者になってください。ザビーの座の字は財界癒着の座。暗部の主に仕えたのだ。貴様の過ちだ。ザビー教に入って財布を拾いました。この思い出がザビーランド計画の一端です。総理様、愛があっても時には死にます。信者にしてやります。神様のお顔を叩くなんて罰当たりめ。お前は何を持った。むしろに許しを請う許可を。